今回でもこれやってみたい職業。難しいな。もう全然何でもよ。ちょっとあの仕事ちょっと興味あるなとか。自分あれっす、自営業したいっす。おお、多いんじゃない？決まってないですけど。あ、どういう職かっていうのは決まらんけど、居酒屋とか仲間、なんか自分で経営を、経営をしてみたい。あー、なんか自由そうじゃないですか。自由そう、理由がそこ。そうなの、ちゃんと売り上げ上げな。そうっすよ、だからでもそういうの、うん、計算するのとか楽しそうじゃないですか。ああ、自分の、全部自分の責任やし、はい、まあ今も結構ね、自営業みたいなもんやけど、まあ、そうなんですけど、うん、まあちょっと違う職業でやってみたい。ああ、はい、でもそれ可能性もあるんじゃん、今後。まあなくはないですね。確かに。うんうんうん、ありがとうね。いらっしゃ。お疲れです。今回からちょっともう歩きながら聞くパターンに変わってるんで。で、今回のテーマ、はい、やってみたい職業。もうやってみたいやから、はい、もう何でもいいんやけど。カフェの、おカフェの、まあ、店員っていうか。あー、はい、いそうやな。コーヒー、まあ、コーヒー入れたり、コーヒー入れたり、こだわりのコーヒー入れたり、はい、まあ、軽く食べるもんも提供したり、はい、そうっす。あー、おしゃれして、もう経営した方がいいんじゃない？店員でいいの？経営もしてみたいですね。カフェのね、はい、でも店員もしてみたい。あー、どんな場所に作る？そうっすね、岡山のおしゃれなとこって言ったら、うん、あの辺だよね、岡山城ら辺がいい、うん、おー、もう名所に。よくないですか？観光名所あたりに、はい、で観光客も来てほしいし、はい、ああ、はい、いいね。全国からコータのお店に来てほしいね。そうです、サポーターにも来てます。ああ、もう絶対来ると思うんで、はい、ぜひ前向きに検討してみてください。そんなんじゃあないけどね。ありがとう。元気？お疲れ。お疲れです。ちょっと歩きながら、今回のテーマがこれ、はい、やってみたい職業は。サッカー以外で。サッカー以外で、うん、いや、いっぱいあるな。あ、いいね、もうええよ、ポンポン、どうも、ポンポン行こう。営業マン。営業マンやってみたい。あ、でも、ま、やってみたい。まあ、そうやな。あれ、やっぱり、ね、できそうやな。いろいろな人にこう、うん、どんだけこう商品とかを説明してるか、うんうん、そういうのちょっとやってみたい。おお、自信のある商品を。そう、うちのこの弊社のこの商品を言ってみたい。使ってくださいって。使ってください。あ、いいね、やれそう。いや、やれるかどうかわかんないですけど、うん、で人とね、関わりたいから、うん、いろんな人と。ああ、そうやね、営業先でいろんな人と出会えるし。そうそうそう。ああ、広がるね。そう、サッカーってやっぱりさ、うん、基本的にもうチームとスタッフとかフロントの人ぐらいしか接しないから、うん、ああ、なるほど。そういうね、輪の広がりも。そう、そう、もっとゆっくり歩いてもいいよ。期待できるし、もう話すの好きやな。他何があった？他は、うん、やっぱりなんだろうな、何がある？何がある？逆聞いてきたよ。あんだけさっきあの数歩前はいっぱいあるわ言ってたのに。何がいいかな。あ、でもあとやってみたいでいいから、スポーツ、うん、あのなんていうかな、メーカー、うん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 、ペナルティとか、うんうんうん、そういうとこでなんか商品の開発とかしてみたい。あー、サッカー用品の。サッカー用品とか、やっぱりそのグローブとか。あ、まあね、キーパーやってるし、うん、で、なんかよくこう選手に、あの選手に履いてほしいみたいな。また営業やん。また営業っぽくなってる。ほんまや。これ履いてくださいって。要はでも人と接するのが好きだから。まあね、うん、何でもいいよね、やっぱ人と接することができれば、うん、あ、でも、うん、あれ、トレーナー、おう、接骨院の先生とか、おう、ちょっとやりたいかも。あー、いいね、好きやしね、そういうの。体しっかり勉強するの好きだから、うんうんうん、そういうのだったらいけるかも。ああ、いいかも、うん、ちょっとあのリアリティのある、そう、話だったね。はい、うんうんうん、セカンドキャリアは接骨院。接骨院。まあまあ資格ちゃんと取らなあかんけどね。取らなあかん、うん、まあ通って勉強して。まあでもいいんじゃない、そういうのも、ね、面白いと思うよ、うん、うんうんうん、うん、ぜひぜひいろんな仕事に興味持ってもらえれば。そうですね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のキーワードはリ。チャンネル登録よろしくお願いします。